東海、中日投手陣、ここ3試合で計33失点、開幕16試合での30失点を超える。中日3連敗、3試合33失点、開幕16試合での30失点を超える中日が今季ワーストの15失点で3連敗を喫しました。4月17日までの開幕16試合で失点数の合計は30点でしたが、18日ヤクルト戦で11失点、19日阪神戦で7失点、そしてこの日は15失点、3試合での失点数は33と、開幕16試合を超える失点数をこの3試合で喫しています。すごい試合やったな。飛ぶボール最高や。アツシは何やってんねん。とりあえず先週のリベンジは果たせたな。中日の負けっぷりどないしたんや。ずっと無四球自慢してたのに、まるでボールの飛び方にビビったかのように右のピッチングしたしたな。4試合で33失点した阪神よりやべえよ。ルーキーハブが抑えてるから、マジで他の投手がしょうもない。一番しょうもないのが柳メヒアに中5させてまで中14で先発した大野。春が短すぎるし、夏もまだ7試合くらい残ってるんですが、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。